メローメロディー強烈なシンパシーも出るからクライハイクライ花臭めてよ君には哀悼やはいどうもこんばんは日本一のビーズマニア通称ビーザーです、えー、今日の動画ですねこちらはいこれですねはい 僕が b ズのアルバムで一番好きなアルバム、11です。はい。今日はこの11のランキングアンドレビューをね、やっていくんだけど、やっとついに、ね、レ11が来ました。うん、もうこのね、11のランキングアンドレビューをやるのをすごい楽しみにしました。うん。まあ、さっき言ったように一番好きなアルバムだし。で、まあ本当に、まあ順番にやってきたんですよ、このシリーズね。そう。で、まあ、あの、まあ、ザ・セブンス・ブルースとか、まあ所々好きなアルバムもあったんだけど、まあ前作のブラジャーフッドとか、 サバイブとか、全然好きじゃないアルバムがね、立て続けにあって、もう早く入れもやりてえなと思って、もうこの2枚飛ばしてえなって、そうサバイブとブラジャーフットね、全然好きじゃないから、飛ばしてえなって思ってたんだけど、まあね、まあいやいや、まあ順番にやってるから、まあいやいやサバイブとブラジャーフットもさっとやって、ついにね、えこの回が回ってきました。うん、もうこっからのアルバムは、まあ好きなアルバムも多いし、まあでも次のね、あのグリーンとかいう打作声試しゅうはもうほんと、 もう全然好きじゃないんだけど、まレ、あ、11が挟まってるから、まあよしとしましょう。うん。えー、まあグリーンもね、あの、本当はさっと終わらせるつもりなんで、うん。まあ今日はもう、その、グリーンとか、まあブラジャーグッドとか、まあ、サバイブとか、まあそこら辺の大嫌いなアルバムうさってやった分、もう一番好きなアルバムだから、もう時間かけてね、語り尽くしたいと思います。はい。いやまあいつも通りね、え、じゃあ、ウィキペリアをね、読み上げたと思います。はい、ウィキペリアもね、 楽しく読み上げるんで。うん。楽しく読み上げるし、もう丁寧に読み上げます。はい。大好きなんで。うん。はい。11は音楽ユニットビーズの11枚目のオリジナルということで。はい。ブラジャーフットから1年5ヶ月ぶりのオリジナル。はい。2000年にリリースされたシングル4枚。4曲を含め14曲。うん。まあ、前作のブラジャーフットが11曲だっけまあ、3曲多いっていうことで。まあ、3曲ってま、1曲あの、あのね、インストルメンタルの愛 愛が、まあ、あれが曲と、曲に含まれるかどうかわからない。まあ、実質13曲。うん。で、初回特典には200か、2001年彼ら、これどうでもいいや。うん。で、ジャケットのデザインがどうでもいいですね。まあ、馬のデザイン。そう。で、これあの、メンバーが乗ってる、乗ってないのが、ザ・セブンス・ブルース・ブリうん。みたいですね。確かにそうだ。ブラジャーフットも2人が乗ってたし、まあ、あの、サバイブもそうだし、みたいな。うん。で、グリーンもそうだよね。うん。 で、デザイナーの、えー、独創してるビーズを表現している。なるほどね。確かに。うん。これ独創っていうのは、ビーズがね、まあ、あの、プレジャーっていうアルバムと、あと、トレジャーっていうあの、ね、ベスト版めちゃくちゃ売れたベスト版で、まあ、あ本当に、もうすごいね、売り上げをね、あのー、まあ、かましたわけですよ。まあ、そっからま、ね、本当に日本のね、CD 売り上げのトップにね、君臨したわけですよ。そう。だから独創してる。まあ、すごいね、調子乗ってますね。うん。 本当で、えっと、アルバムタイトルの11はコンセプトがなかったっていうことで、まあ、11枚目だから11っていうね。すごいシンプルな内容。そう。あの、本当コンセプトがないんだけど、うん。いや、コンセプトなくもない気がするんだよね。すごいギターリフが特徴的で、まあ、個人的に僕はあのギターリストなんで、僕ね、僕もね、ギターリストは大好きなアルバムなんじゃないかっていう。すごいね、ギターリフが特徴的で、一発聴いただけで覚える。すごい特徴的なリフが多いんだよ。そう。だから、ギター好きにはたまらないアルバム。 うん。いや、本当に大好きなんだよね。うん。で、えー、っと、他にはええー、まあ1年、一年かけて20曲作って、そこの中から厳選された曲が、まあこの11に収録されて。で、シグナルとか、美しい世界とか、まあサーフィン 300GTR、あの、次のグリーンに入ってる曲。まあここら辺もこの、ええー、まレ、あ、11の時期に作られたみたいなんだけど、まあその3曲は、まあ次に回したみたいな。だから、こレ11ってさ、すごいなんか、め、全曲名曲やん。 アルバム曲はね。そう、だからこんな感じでそのクソみたいな曲は、まあ、次のグリーンに回したせいで、まあ、グリーンが打作になっちゃったわけですよ。うん。まあ、そんな感じ。えー、まあ、真っ赤なシルクとか、まあ、ニューメッセージもこの時期に作られたみたいですね。うん、うん。そう。えー、で、香港台湾版があるみたいで、うん。で、スリーブは2本。まあこうどうでもいいっか。うん、うん。で、今回のこのアルバムも、まあその、スリーブなんだよね。 こんな感じで。まあこ、僕 CD 版ももちろん持ってますけど、そう、こんな感じで、そう、スリーブが入ってるわけですね、こんな感じ。そう。で、このタイプは、この、この、11で終わったんだよ。次のグリーンからは、こういう感じの、デジパックっていう。ちょっとあの、CD 詳しくない人、じゃ詳しくない人からちょっとしたらわからないかもしれないけど、こういうね、なんか、こういう感じの、なんか、透明のケーサーじゃん。 これが、ま、基本、デジパックっていう。ま、ちょ、CD の知識をね、ちょっとね。僕、CD 好きなんで、いろんなね、あの、CD のタイプが、ええ、を知ってるんだけど、ま、こういうのをデジパックって言います。で、デジパックが始まったのはもうグリーンで。で、終わったのがアクションかな。そう。で、えっと、ま、こういう、普通の CD のタイプの。これはね、あの、ジュエルケースって言いますね。そう。で、紙ジャケットとかいろいろだから、ま、そこら辺ちょっと話してるとね、キリがなくなるんで、そう。ま、今日の、今日のね、動画も、11を語り尽くすっていう動画なんで、そう、ちょっとあの、こういう、無駄なね、 えー、箇所はちょっと省きます。はい。えー、で、えー、他に語ることは、ないですかね。そう。で、本作はそれまでのアルバムとは異なり、発売時期を決めずに、えー、き、あ、発表された、開始された、はぁはぁレコーディング。なるほどね。そうそう。なるほど。で、あと、言うことはないですかね。いやーそうそう。えー、本作の、えー、ロサンゼルスロサンゼルスでのレコーディングは、えー、二人が、ビーズが、えー、日本人、東洋人であることを意識するようになり、おぉ、 打ち込みの原点回帰。あ、そうなんだね。なんか原点回帰というか、なんかその、ギター、ギターの音楽そう、まあ、ギターロックに、え、また、ちょっとね、もう初心に帰ろうみたいなのは、正直この、11からというよりは、ブラジャーフットから、その、なんか、感じは、僕は感じますね。うん。だから、まあ、結構その、まあ、ブラジャーフットから、まあ、原点回帰し始めたみたいな、感じかな。で、まあ、完成させたのが、11ンみたいな、感じだと、僕は勝手に捉えてるんだけど、うんうん。 えー、なるほど。他に語ることは特には、えー、まあ、本作はアルバムにすることを意識してなかったため、アルバムのバランスやコンセプトがないまま制作が進められた。うそうで。で、えー、ロサンゼルスで制作されたヘビーな曲や、オリエンタル調のバラード等を、えー、結果としてかなりバラつきがある。バラつきがあるって言うけど、そのコンセプトがないって言うけど、なんか全体的にさっき言ったようにそのギターリフが特徴的だったり、まあ、その、結構その、バラッド調のね、ま、スインキングオブユーとか、そう、入ってたりとか、まあ、あるんだけど、なんか、 ギターを大事にしてる感じ。かサバイブとかってなんか、え、これギターリフそんなないなみたいな。なんか、ギター好きからしたらなんかちょっとイマイチなんだけど、イレブンはそのギターを大事にしてるっていうところがギタリストとしてめっちゃ好き。うん。ですね。まあそんな感じで言ったらね、うん。はい。もうウィキペリアは終わるんだけど、まあ僕がね、まあさっき言ったようにこの、え、イレブンのね、どこが好きかっていうのを、まあさっき言ったギターリフがすごい特徴的で、まあギタリストの僕からしたらめちゃくちゃ好きっていうのと、あとね、この、 11ってアルバムね、いつ僕が聴いてたかっていうと、まあ筋トレ中なんだよね。そう。まあビーズって基本的に僕筋トレ中に聴くものだと思ってて、で、この11はね、もう筋トレに持ってこいなんだよね。うん、もう最高だね。そう、もうきらめく人とか、筋トレ中に流したら、そう、立て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 で、すごいなんかね、もうおも、もっと頑張るぞみたいな。そうなるんだよ。まあ全体的にそういう曲が多くて、そう、だから激しいロック。うん。でね、なんかね、 これは僕のニュアンス、勝手な捉え方だとは思うんだけど、なんかね、ちょっとデジタル色が強いというか、まあ、ビーズって、まあ、そのギターの音って、なんか、あの、結構その、なんて言うんだろう、アンプをそのマイクで撮ってるみたいな。そう、なんか、一応そのなんか、あの、アナログな撮り方というか、まあ、あの、ギターしてる人ならわかると思うんだけど、まあ、ギターって、まあ、アンプにつないで鳴らすじゃないですか、エレキいターってね。で、まあ、録音する方法って色々あって、で、まあ、 多分、その、ビーズの大半の曲は、ま、その、アンプの前にマイクを置いて、で、マイクから集音するみたいなのが、ま、あの、結構その、アナログ、アナログ感というか、ま、その、ちょっとその、空気感を大事にしようって思ってる人は、結構そういうね、撮り方をする、ま、プロは多いんだけど、なんかね、この、11のギターの音って、なんか、デジタル感、その空気感がないというか、まあ、あの、ちょっとこれは本当に、実際にどうしてるかは本当にわかんないんだけど、あの、 ライン取りってのもあるんだよね。そう。あの、ギターにアンプをつないで、で、アンプから、ラインで撮るみたいな。そう。えー、だから、マイクを置かずに、そのギターのアンプから、そのデジタルの信号で、えー、録音するって方法もあるんだよね。で、だから、その、それでやると、そのなんか、その、スタジオの空気感ってのはもちろんマイクと、マイクで撮るより、取るのとは全然違うから、その空気感みたいなのは録音できないわけよ。そう。あの、実際にその、あの、ラインで撮るから。ラインの、ラインはその空気感みたいなのは、 録音できないのそう、もう直接そのギターの信号だけを送るっていう録音方法だから。で、その、まあ、この11の、えー、はそういうなんかその、ライン撮りをしてるかどうかわかんないけど、なんかライン撮りしてるようななんか無機質な音ギターの音が、がする気がするというか。だからそこがちょっと、まあもしかしてその、あの、あの、なんだ、マイク撮りしてるかもしれないし、本当に、あの、正確なね、 ち,ちゃんとした、どういった取り方をしたか僕わかんないんだけど、なんかその、なんか無機質なギターの音がすごいなんか、すごいなんか攻撃的というか、なんかすごいエッジの効いたサウンドになってる気がするんだよね。そう。まあ、そういう感じでまあね、あの、勝手な僕のニュアンスのね、捉え方なんだけど、いや、そう、そこが、そこも好き。なんかすごい無機質で、攻撃的で、えー、そういうギターの音がね、えー、するんで、この11大好きなんですよ。 うん。まあ、そんな感じで、ま、好きな部分、今、たくさん買ったけど、まあ、まとめると、ま、ギター好きの僕からして、ギターリフが好きな曲多いし、まあ、筋トレに持ってこなね曲が多いし、そう。で、なんかその無機質な音っていうところも好きみたいな。えー、ま、すごい、ま、好きなところを語ったら、まあ、キリがないんですよ、このアルバム。そう、もう今日は、ま、1時間ぐらい語っちゃうよ、マジで。うん。えー、だけどま、できる限り、あの、短くまとめるつもりなんだけど、ちょっと興奮してね、 ちょっとあの、言いたいことがまとまってないかもしれないけど、まあ、ちょっとね、そこはちょっと、あのー、よろしくお願いします。はい。それまでちょっとまはね、えー、やっていきたい。はい。あの、語ることはもう今終わったんで、まあ、あの、ランキングをね、今から出すんで、はい。ちょっと、まあ、曲のランキングですね。うん。まあ、正直言うとね、大好きなアルバムだし、もう正直、ランキング立てるのすごい難しかったんですよ。どの曲も、筋トレ中に聞くし、あ、だけど、ちょっと一つね、あの、注意、 注意点というか、そう、この11が好きなんだけど、ちょっとね、一つだけ、あのー、まあ、あらかじめ言っておかなきゃいけないことがあるんだけど、あの、リングっていうシングル曲と、あと、ジュースと、あと、こよ恋月が見えずと思って、まあ、この3曲ね、シングル曲あるじゃないですか。僕、この3曲だけは、あの、全然好きじゃないんで、僕あイレブン、ねまあ、あの、11ね、ま、あの、iPhone に、あの、このブンね、もちろん入れてるんだけど、そう、まあ、iPhone から聞いてるからね、そう、筋トレ中にね。だけど、この3曲はね、あのー、僕の iPhone に入れてないんですよ。うん。だから、あのー、 こレ11かけるけど、この3曲だけは流れません。はい。まあ、この3曲はシングル曲だし、わざわざこの11で聞かなくてもいいんですよ。正直邪魔なんで、僕の iPhone には入ってません。はい。だからまあちょっとあの、その3曲を除いたアルバム曲で、え、ランキング立ててるんで、はい。そんな感じです。はい。これですね。いやもうちょっと正直とこの3曲以外のアルバム曲は全部まあ好きなんで、そう、一応この、まあ東京デビルが、まあ一応最下位だけど、 だけど、ま、あ東京デビュも、まあまあ、す聞くし、好きなんですよ。うん。そう。だけど、まあ、まあ、なんだかんで言って、まあ、一番好きなのは、きらめく人かな。この曲はさっき言ったように、その、もう、縦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 、スタートのチャズを選ぶここは自己検知を狂いしたかいみたいな、そう。で、あの、最初の、トゥンジャ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 ン、ジャララランジャ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 ンみたいな、そう。一発で覚えるんだよ、あのリフ。うん最高だね。うん、もう、この、きらめく人はもう、その、 もうラップ調じゃん。そう。さあ、どのシャツを選ぶここは自己顕示欲に従え。っていう、そので、自己顕示欲っていう言葉をね、まあ今の人は結構使うじゃん。承認欲求とか自己顕示欲とか。この、稲葉さんが一番最初に使い始めたんじゃないそう。っていうぐらい、あ、もうこの時代からこの言葉使ってるんだって思いましたね。これ2000年のアルバムじゃん。そう、だけど、うん、すごいなと思って。そう、言葉選びがすごい素晴らしいと思いましたね。うん。まあこの曲は本当に、 大好きで、うん、もう本当に、この曲で、どれだけね、僕が筋トレ中に追い込めたか、うん、もう本当に感謝してもしきれないですね。うん、まあ、この曲は確か、イレブンライブジムでもね、やったと思うんですけど、僕ね、ブンライブジム実はね、DVD 持ってはいるんですけど、まだちょっと見れてないんですよね。あの未開封なんですよ。いつか見ようと思って買ってたんですけど、ちょっとなかなか見れてないんでね、いつかこの、え、ブンライブジムをね、見て、まあ、セットリスト回数もやっていきたいんでけど、多分これでもね、うん、一応、6曲目にやってますね。うん、ちょ、早く見たいですね。 時間ができたら、見ようと思う、イすはい。で、2曲目ね。拳を握ねチュンツクチャッチャッツクチャンツクチャンチュンツクチャッチャンチュンツクチャンツクチャンツクチャンチュンチャーチャンチュンス、<zan> <ん> <louder> バン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 みたいなね。この曲も、リフが特徴的。最初聞いた時これレッチリじゃねって思ったんだけど、レッチリより先なんだよ、このリズム。そう。だから、うーん、すごいね。このリフも好きだし、なんか、このなんかね、 跳ねる感じの。ちょ、正式名称わかんないんだけど。ギタリストのくせに。そう、これいいよね。そう。いやー、この曲もちょっとライブ、これも、やったっけな、これで。確かこれはね、やってなかった。あ、やってんだきらめく人の次やってんだちょ、早く見なきゃいや、ちょっと早く見たいね、本当に。いつかちょっと、はい、開けます。はい。いや、ちょっとやってんだ意外と、なんかね、結構ね、やってない曲かな。信じるくらいいいだろうもんね。えは、ー、もうこれやってないんだよね。そう。結構、あ、やってんだ東京デビルもやってる。あ、 レーシングリバーもやってんだ。へえ、ー。なるほど。あ、じゃあ見ないとね。なんで見てなかったんだろう、今まで。そう。勝ったっきり見てないんですよ。ダメだねうん。で、信じるくらいいいだろうね。これはサインかな。これも大好きね。この曲はもう、さあ、なんだろうの、まあ、リフも好きだけど、そう。で、まあ、歌詞だね、やっぱりね。そう、なんかすごい、もう持てないやつの、陰キャのね。そう、振られたやつの曲じゃん。そう。ちょっとこれはね、一回ちょっとね、歌詞を見ながら、 そう。えー、ちょっと語りたいんだけど。せっかくならね。いや、これすごいなんかもう、臭いよね。その、僕のビーズの好きな部分が集結してる気がする。そう。なんか僕のビーズが、僕はなぜビーズが好きかっていうと、その陰キャ臭いところ。そう。で、なんか、あ、こいつモテねえだろうな、みたいなやつが、書いてる歌詞、なところが好きなんだよね。そう。どこにも行くところはない。扉はもう閉められたよ。nowhere to go now。嘘でもいい。聞かせてくれる。どこかでもまた待ってると。信じるくらいいいだろう。そう。 振られたけど、その、まだ戻ってくる。それでも、そ勝手に信じるくらいならいいよ。信じるだけならいいだろうと。そう。そう、すごいよね。もう臭くてね。大好き。うん。で、この曲は、そのさっき言ってるその、11のライブ中でやってないから、ちょっとどっかでやってほしいね。うん。いや、大好きだね、本当で、えー、次は、えー、これ4位ね。メインね。これはシングル曲なんだけど、大好きなんで、4位にしやしたね。 うん、いや、この曲はね、全然ライブでもやんないし、そう、だけどこの曲もすごいなんかね、あのさっきの信じるくらいいいだろうぐらい、そのなんか、そう、モテないやつの歌詞だったりとか、なんかメロディーがね、すごいね、君の名前を呼ぶだけで、体の中が熱くなって、みたいな、なんかちょっとね、みたいな、そう、なんかすごいね、まぬけなリズム。 で、一番最初聞いた時、なんじゃこれっと思ったんだけど、もうずっと聞いててやみつきになっちゃって、そシングル曲の中でもトップクラスで好きなんですよ。まあこれはね、ライブでも全然やんないし、まあブエラーズでね、やった時はちょっとすごく嬉しかったけど。うん、まあシングル曲テッシュも好きだし、アルバムでも、あの、聞く曲なんで、うん、用意しやしたね。うん。で、次、スインキングオブ f You ね。これはこのアルバム唯一の、まあちょっとバラッとチックな、まあこのレイジングリバーとかええー、まあ、 ね、この2曲が、まあ、バラッドなんだけど、まあ、この s i n k i n g of You も、その、バラッドなんだけど、ちゃんとギターリフがね、えー、あったりとか、そう、ギターソロがあったりとか、そう。だから好きなんですよ。うん。いやこれ s y n k i n g of You はね、もうめちゃくちゃ好きだったんですけど、やっぱりもうね、あの、Highway X Live g で、僕生で聴きましたけど、もう嬉しかったね。うん、s、ま、y、あ、n k i n g of You は確か、これでもやってないし、確か、この収録されたのがね、えー、Highway X が初めてですよね。そう。で、まあ生で、ね、 そう、聞けて嬉しかったですね。おぉ、シンキングオブやるんだと思って。もうあの、ハイウェックスはもう、シンキングオブやらなかったら、もうクソライブでしたね。DVD も買ってなかったけど、シンキングオブやってくれたから、ハイウェックス買ったってところありますね。そんぐらい僕、シンキングオブ好きなんで。 いや、この曲、すごいなんかね、あったかいですよ。そう、あの、まあ、全体的に、その激しいロックな曲の中に、そう、メットリフェルフムってね、最初落ち着いたね、なんか、あの、曲が、曲に、ね、始まりで、で、振り返らず歩いて、で、すごいギターのね、えー、もう激しいロックになるみたいな、そう、そこも良かったね。うん、大好きっすね。 なかなかその結構立て続けにロックの曲が続きながら、いきなりそのシンキング i n g が入ると、ちょっとなんかすごい落ち着くんですよね。うん。そのな感じで、もう全部好きだね。うん、ぶっちゃけ。そう。で、次。 I からのセブンス・ヘブンですね。これはあの一曲目のね。b ブ1 1 b ズ1 1ンでうるせえなと思いながら。で、あのセブンス・ヘブンで。トゥーナッツ、トゥン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 、トゥートゥン、トゥン、トゥン、ペン、ペン、ペ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 ン、ペ、ペ、ペン、ペ、ペ、ペン、ペ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 、 この、あの、イレブンを初めて聞いたとき、すっげーかっけーなって思ったもん。これは、これはなんだみたいな。かっけーって思ったし、うわ、めっちゃいいと思って。もうそれ以来もずっと筋トレの音もですね。もうこの、セブンスヘブンで始まるっていうのはもうほんとすごいね、最高ですよね。うん。これが始まってなかったらもう、あの、クソアルバムですね。っていうぐらいもうこの、セブンスヘブンっていうのはもう大事な曲なんですよ。そう、このイレブンにおいてね。うん。

で,でも、それ以降の曲は全然、ビーズの曲なんで。そう。ええー、まあ、大好きですね。うん。で、えー、っと、8位の子のね。愛のプリズナー。まあ、正直言うと、扉以上は大好きなんだけど、正直愛のプリズナーはね、ちょっと聞き飽きたんですよね。そう。ヘイチューヘイチューっていうくらまあこの曲が一番ヘイトなんだけど、まあそんな感じで、うん、愛のプリズナー、まあ、大好きなんだけど、ちょっと聞き飽きたね。うん、ちょっとこここれはちょっとなんか飽きる曲なんですよね。うん。 ハイプリーさんは、確かこのイレブンライブジムの1曲目だよね。そう。なんか檻の中に閉じこもった稲葉が歌い出すみたいな感じの演出ですよね。かチラッと見たんですよね。あの、あの、ライブジムがさ、全部あの、コロナ禍にさ、あの、公開されたじゃん。で、このイレブンライブジム見たんだけど、その時になんか、あのね、稲葉が、あの、監禁されてるから、お、なんじゃこりゃと思って。そう。そういう印象がありました。まあ、それ以上もそれがもないというか、なんかそれ以外になんか、あんま印象ないんで、はい、飛ばします。はい。レイジングリバーね。まあ、これもあの、あの、バラッとの曲なんですよ。 そうなんだけどね、レイジングリバーはね、長いっすね。これ、確かね、7分近くあるんですよ。他の曲は、まあ、あの、3分とか4分だと思うんだけど、このね、レイジングリバーはね、ちょっとね、長いから、ちょっと飛ばしたくなるんですよね。まあ、好きなんだけど、そう、最初はのピアノから始まって、で、まあ、アコースティックになって、で、まあ、激しくなるっていう、そう。で、まあ、この曲ね、確かね、一番、なんか作るのに時間がかかったみたいな話を聞いたんですよ。ちょっとウィキペディアに戻るんだけど、 えっとね、えー、レイジングリーバー。あれ、どこだっけあ、そう。えー、ロックとストリングスを真面目だ、7分32秒に及ぶバラード、うん。リメイク版を除くビーズのオリジナルアルバムでは、最も演奏時間が長いわ。長いわな。ビーズって、全体的にその、長い曲ないから好きなんだけど、ちょっとこのレイジングリーバーはちょっとなっけーって、思うもん。うん。で、もう体感でも思うし、7分以上あるんじゃねっていうぐらいちょっとね、 展開がもっとうーん、ちょっと短くてもいいんじゃないって思うぐらいちょっと長いですね。うん。で、この曲は何度やっても OK テイクが出ず、発砲塞がりだった心境が反映されてると。ああ。だから、レイジングリバーっていうことで。うん。いや、なるほどね。そうそう。だからね、結構ね、時間かかったみたいなんだけど、ちょっとね、長いなって思いやすね。あそんな感じ。で、次。えー、まあ、実質最下位の頃ね。 えー、東京デビルね。東京デビルはもうちょっと一番好きじゃないね。ぶっちゃけ言うと。この中だね。そう。まあ、一応聞くんだけど。そう。んちょっと東京デビルは確かの次のね、あのー、グリーンのライブジムでもやってたんですよ。で、その時はそのデビル。東京デビルは日本語バージョンなんだけど、えー、このデビルっていう曲は確か全編英語だったよね。そう。まあどっちもどてもいいや。うん、本当どっちも全然好きじゃないんで。うん、勝手にしてほしいんですけど。 だからあんまり印象がないというか、あんま語れないんですよ。やっぱりこの扉より上の曲、この、えー、7曲が一番好きですね、うん。で、まあもうさっき言ったようにこの3曲、このリングとか、ジュース PCMAX とか、今宵月が見えずとも、アナルセックスギターソロバージョンとか、もうこの、この3曲もうちょっとね、なんで入れたって思いましたね。この3曲、ぶっちゃけ入らなくても全然困んなかったです。た、は、ぶ、いまあ、この今宵月が見えずともは入らなかったら多分ね、ミリオンは行ってなかったと思うんですよ。 次のね、グリーンで最、最後のミリオンなんだけど、まあ、このイデモンもね、ミリオンなんだけど、多分この、今宵月が見えずともが入ってたおかげで、ミリオンってところあるから、まあ、あの、この今宵はね、大事なんだけど、まあ、僕はもう全然好きじゃないし、そう。で、このアナルセックスギターソロバージョンっていうのが、次のね、グリーンに入ってるウルトラソウルも、このアナルセックスギターソロバージョンなんですよね。あ、まあ、でも別に全然もう、ウルソも全然好きじゃないし、まあ、今宵も好きじゃないし、 えー、ジュースの PC Max バージョンも、うん、特に好きじゃないっすねで。リングとかね、もうこれ好きって言ったらにわかですね。もうこの3曲はマジね、ライブ定番曲だし、もうやんなくていいマジで。よくライブでやる3曲なんだよ、この曲ね。そう。いやまあこの3曲はもう全然好きないんで、うん、もう僕の iPhone からね、えー、まあ入ってないし、もう、今後ね、僕の iPhone にこの3曲がね、入ることはまずないでしょう。はい。という感じです。いや最高だね。 もう結果的にはもう本当にもう今日ねあの筋トレ行ってきたんですけどちょっとね今日ねこの11のランキングアドレベルするために改めてあのこの11を聴きながら筋トレしたんだけど最高だねあのもう筋トレのお供に持ってこいもうこの11とアクションはねもう筋トレ中にもうめちゃくちゃ聴きましたねそうでアクション大好きなんでちょっとアクションやりたいですね早くね ランキングレビューね。そう、まあ、次のグリーンはもう適当にやるし。まあ、あの、ビッグマシンとザ・サークルもま、割と好きなんで。そう、まあ、やるけど、まあ、アクション早くやりたいね。アクション以降のアルバムも大好きなんで、ちょっとね、早くやりたいね。うん、まあ、そんな感じです。はい。いや、結構ね、語りましたね。うん、ちょっと次のグリーンね、適当にやるんで。まあ、グリーン好きって言ってた人に、いないっすよね。 うん。グリーン好きって言ったら一人もいないから、まあ、適当にやっても全く誰にも文句言われないと思うし、まあ、グリーン好きって言ったやつは、にわかるっすね多分ウルトラソルのために買って、まあ、ウルトラソル以外聞いてないと思うんですけど、そういうやつね。うん。まあ、ダメだねうん。そんな感じです。いや、疲れたんで、終わるわ。はい。まあ、次回のグリーンはちょっとね、あの、叩かれるギリギリの、えー、ギリギリでディスリたいと思いでーす。はい。 君に会える確率は限りなくゼロに誓い夢や昨日で収まりきれないワンオーケー